ルイーゼ・マリア・フォンデア・プファルツ、通名は、ルイーゼ・ホランディーネは、ドイツのプファルツ・ジンメルン家の公女で、オランダの女性画家。あとに、フランスのモビュイソン女子修道院の修道院長。プファルツ選定校、フリードリヒ5世とその妻で、イングランド王、スコットランド王ジェームズ1世の娘である、エリザベス・スチュアートの間の、第六子、次女として生まれた。ルイーゼは、両親が、 亡命先のデンハーグで初めて授かった子供で、ホラント衆議会の議員全員が、先例の大父となったことから、ホランディーネの通名で呼ばれた。ライデンで教育を受け、一通り学業を終えると、デンハーグに住む母のもとに帰った。いとこのブランデンブルク先帝公、フリードリ・ヒビルヘルムから求婚されたこともある。ルイーゼは、有能な肖像画家で、 剪定効果と縁の深いヘラルト・ファン・ホント・ホルストに指示した。ただし彼女が描いた肖像の大半は自分の家族や親族のものである。ルイーゼの画家としての側面が注目され始めたのはようやく1980年代になってからである。1657年までに他の兄弟姉妹が結婚したり独立した結果、ルイーゼは母エリザベスと同居している最後の子供となった。 1657年12月19日、ルイーゼは母と暮らすアントウェルペンから逃亡して、南隣のフランスに渡り、ギリのおばであるイギリス王妃、ヘンリエッタ・マリアの暮らす城にかくまわれた。同国にはカトリックに改修したすぐ下の弟、エドワルトが住んでおり、彼は姉をカルメル海の修道院に連れて行き、そこでルイーゼもカトリックに改修した。これにより、 厳格なプロテスタントの母とは永久に決裂することになった。ルイーゼはそのまま1659年に首都会系のモビュイソン女子修道院の修道所になり、1664年にはフランス王イ14世の計らいで女子修道院長に選ばれた。修道院でも依然として画業は続けていた。ルイーはポラン議会から生涯にわたり恩給を受けていたが、 ルイ14世からも、新たに6000リーブルの年金を支給されるようになった。ルイーゼは、周波間の融和政策を推進する立場から、末の妹、ゾフィーのイギリス王位継承者氏名を支援し、またジャック・ベニー・ボシュエ氏の著作活動を支援した。フランスに嫁いできた名のオルレアン公爵夫人、エリザベート・シャルロットとも、非常に親しく交際し、オルレアン公爵夫人は、おばが亡くなるまで、 モビュイソン女子修道院に頻繁に顔を出した。1705年に、卒中の発作を起こした後は、体の一部が麻痺し、1709年に亡くなった。ありがとうございます。